県内産業の発展や地域経済の活性化に貢献した企業や個人に贈る府県宮城グランプリの表彰式が行われました。府県宮城グランプリの表彰式が県庁で行われ、11回目となる。今年度は4つの企業が受賞しました。グランプリは大崎市の金属加工業プロスパインが受賞しました。開発した。 磁力で力を伝える非接触型の歯車は、摩擦が起きないためメンテナンスの必要がないほか、塵が出ずクリーンなため、半導体や医療品などの製造分野で活用が期待されています。名誉のある賞で、かつグランプリをいただいて、非常に光栄に思っております。我々が使っ製品が、よりいろんな機会に入るように頑張っていきたいと思います。また、ものづくり産業の振興に貢献した企業を表彰する部門では、 村田町の金属製造業東北特殊工が選ばれました電気を流すと振動し害虫駆除の効果を発揮する金属材料を開発するなど新たな合金や技術を生み出している点などが評価されました新しいチャレンジをまさに今です、ね、始めようとしている最中ですのでそれを加速するです、ねまあ、きっかけに一つになればなというふうに感じていますこのほか 気仙沼市の水産加工業佐伯地商店と村田町の金属製品製造業プラスエンジニアリングが受賞しています。